あ、あ、あ。久保さん。今回、しくじり先生ですね。なんか、あの、しくじり先生っていうコンテンツは、あの、失敗したことがコンテンツになってますよね。<laughs> これやったらうまくいかないよ、みたいな。なんか、あの、YouTube であ企画だったような気がするんですか、誰かが。しくじり先生みたいな。こんなんやってうまくいかなかったっていう。だから、まあ、あの、概念がないんでしょうね。その、なんか、うまくいかないとす、 ダメみたいな。要は、うまくいかないことがコンテンツになる。これ分かりやすい例で言うと、ま、ヤマトくんなんですよ。ヤマトくんは、うまく喋れません。だけど、うまく喋れないものが可愛いんですよ。わかりますでも、この話すると今度、じゃあ、それは子供だからでしょうみたいな話なんですけど。だそれが良くないですよね。え、じゃあ、それは子供だけにしか言えないことですか例えば、 じゃあ、これ外国人の方が、なんかその、片言でね、日本語喋ってたらちょっと面白かったりするじゃないですか。まあ、ちょっと申し訳ないですけど。うん、なんか、芸人さんで、あの、しゃくれてる人がいて、まあ、あの、写真集者でしょ写真集者でしょとかしか言えないです。なんか。で、それがネタになってるって、もはや。うまく喋れない。しゃ、顎がしゃぐれてて、顎がしゃぐれててうまく喋れないから逆に稼げるみたいなね。写真集者でしょみたいなあは前なんかあったんですけど。 面白いなと思って。どうすかうまくしゃべれない方がお金になるんですよ。テレビ出てるんですよ。<laughs> だからなんかものの見方なんですよね。なんかほとんどの人がなんか自分の都合、なんかなんだろうな,な。なんで自分があこれできるなっていう発見をしようとしないんですかね。概念が、まあそれは今まで発信しよう、稼ごうっていう風な形で、 さまざまなコンテンツ、まあ、特に代表的なんかテレビじゃないですか。まあ、60年、50年生きてるんだったらテレビ世代だと思うんですけど、どんなテレビ見てきたんですかと。志村けんさんってバカなことをして,て、でお金稼いできたんですよ。大丈夫だって。<laughs> どうですか。変なおじさんでお金稼いできたんですよ。 変なおじさん、たら変なおじさん。え、変なおじさんでお金稼いできたんですよ。いや、それは志村けんさだから、私はお笑い芸人になりまく、だそういうことを伝えたいんじゃないですよ。どう切り取るか、どうそこ横展開して解釈するかですよ。うん。何が人のためになるのか、何をが人を笑わせることができるのか、何が人をほっこりさせることができるのか、 もうさまざまなものありますよ。まあ僕インスタやってますけど、花,花をね、綺麗に撮るだけでもね、なんか綺麗だなって思わせることができるわけですよ。花ですよ。ただただ、まあ僕は、まあ、インスタの話すると、その花が綺麗だなと思わなければカメラを回せなかったりするので、まあそれをどう感じるかですよね。まあこれ、ま、牧原さんの世界の一つだけの花も前話したと思うんですけど、マッキーがね、 軒先に並ぶ世界の一つだけの花もね軒先に並んだうん花を見ているとみたいな歌詞なんですよどれもみんな一緒だなみたいな <laughs> まあそれはメロディーに載せてるんで歌っぽくなりますけど歌詞普通に見たら普通にこう普通あ普通のこと書いてあるんですよね,ねちょっとちょっと世界に一つだけの歌詞ちょっと世界に一つだけの花歌詞 あ花屋の店先に並んだいろんな花を見ていたもう一度見ますね花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた人それぞれ好みはあるけれどどれもみんな綺麗だねこの中で誰が一番だなまあこっからちょっともじってる部分あるんだけども最初の冒頭ってみんな見てんじゃないですか か切り取り取方っててていいううううかどういうふうに解釈しし横展開してるだから、花を見て、その人生観うんとこのリンクさせてるっていう、まあだからそれを横展開して、どうそれを伝えればいいのかっていうのは、それちょ,ちょっとね、まあ、発信してればできるようになりますけども、うん、なんか、まあ横にこう展開する、できないと、やっぱこうですからうん。自分にはできないというこうしかないので。 うん、世の中にどういうものが見られてるのかっていうまあ久保さんも前ねそのなんかカモなんかアヒルをただ撮ってるだけの動画と,とかね <laughs> かいっぱいありますよ本当に何でもある、うん、だそれをどう本当に見ているかどう感じているかどうそこから横展開するか、うん、そこだと思うんですけどね、うん だ失敗したことって役に立つわ。だしくじり先生の話に戻すと、失敗したことがコンテンツになってるんですよ。こうやったら失敗するっていう。これやんない方がいいよねっていう。でもそれって、みんな失敗したくないじゃないですか。だから価値ありませんこうやったら失敗するよっていうのを100個知ってれば、100個失敗するリスクなくなってくるんですよ。めちゃめちゃ価値があるじゃないですか。どうすか 成功する方法も求められてるかもしれないけれども失敗したくないという欲求失敗したくないっていう恐怖もそれ以上にあるんじゃないですかじゃああなたが失敗したことを話せば相手はあこうやったら失敗するっていうなるほどっていうメリットを得られるじゃないですかあなたは失敗したけどその話をは伝えることができるならば相手にメリットを与えることができますよね でもそれはあなたにしかできない。あなたしか失敗してこなかったわけですから。まあ、成功も失敗も一緒ですよ。イコール。だからそれをどう切り取るのか、どう見るのかっていう。うんだこのものの見方ができないとん、お金は稼ぎないと思いますね。<laughs> うんこの見方ができないと。だって、その。 なんか、貧乏ガールとかね。まあ、テレビ番組で1万円生活とか、あと、検証生活とかね。電波少年ですけど、ナスビの検証生活みたいなのありましたよ、前ね。もう検証だけするみたいな。ね、もう、売れない芸人ですよ。ね、売れない芸人がタコ部屋でね、検証生活するみたいなね。ひたすら。で、当たったーとかやってるんですよ。懐かしいな、ナスビさん。何やってんだろうな。うーん だそれをどう見てるかですよね。ただ、ぼーっと見てたら、自分の人生に取り入れることはできないでしょうね。ぼーっと見てるんだったら、あ、これ使えるなとか、あ、これ俺にもできるんじゃないかなっていうものの見方ができるならば、いろんな発見がありますよ。あ、これ、これならできそうだなと花なら取れるな。うん。あの、花屋に、花屋の店先に並んだいろんな花を見てきたな、みたいなね。 今何でもね、だから今ありがたいんですよ。だから個人がこうやって情報を発信できるようになったんで、昔は、その、無理だったんですよ。このテクノロジーがない時代は無理でしたよ。今は、全員に可能性があると。本当に、まあ、堀江さんも言ってますけど、だから行動したやつが勝てるっていう。本当にその通りだなと。みんな行動しないんで。マジで。だから行動したやつが勝て、勝てるというか、 まあ他の人とは違う人生を送れますよだって久保さんもねテクノロジーを使って行動しただけですよでも久保さんがマージャン店でいくら行動して頑張っても多分マージャン店を V 字回復することはできなかったですよ久保さんできましたマージャン店でめちゃめちゃ努力してめちゃめちゃ頑張って V 字回復して広島まあ立地も良かったと思うんですけど広島ナンバーワンの売り上げを誇るマージャン店にできましたか 多分難しいんじゃないですかまあわかんないですけどね。やって、それは。それはわかんないけども。うん。少なくても今の生活は、うん、ないですよね。うん。なんか家にいて、あの、カメラに向かって喋ってね。<laughs> あの、一日ほぼ自由で、暇すぎて動画撮るみたいなね。<laughs> まあそんな生活はマージャン店でやったらないだろうし。うん。はい。ということで、しくじり先生になりましょう。 まあ、しくじり先生になんなくてもいいんだけども、なんでもしくじったことはネタになるし、うん、なんだろうな。うんまあ、ただそれを使おうとしない。だ今あるものを使おうとしない。だから手持ちのカードっていう話もね、億万長者合宿で出ましたけども、手持ちのカード、まあ、手持ちのカードはやっぱ知らないんですかね。みんないっぱいいろいろ持ってるんですよ。だけど、 まあ久保さんもいろんなアドバイスすると思うんですけど、まあ、今回の方はねあ、確かになってなったかもしれないですけど、いや、それは久保さん、みたいな。いや、それはちょっと、みたいなね。いや、でも、みたいな。もうで、でいや、でもっていう、この、いや、でもってめちゃめちゃ多いですよね。いや、でも、みたいな。いや、えー、じゃあやめればいいじゃんっていう。 じゃあ何もやんなければいいじゃんっていう。いや、デモって言うんだったら申し訳ない、申し訳ないけど、あなたの人生はデモトレードっていうね。ずっと一生デモトレードですよ。<laughs> 本番のトレードなし。ずっとあなたの人生はデモト,デモトレードです。いってらっしゃい。